お疲れ様となったす。今日はこちらラバディガーデッキやっていきます。最近は久々にねちょっと空で攻めていこうかなと思います。ここ最近はなんかペッカだったりねゴブリンドリルだったりリクバッカだったイメージがあるので、はい、ってことで、まあ、空やっていくんですが、まあ、ちょっと変わったね、ラバでさえ、まあ、ラバルーンではなくラバディガーかつ呪文もね、ローリングバーバリアプラスのザップ、はい、ファイブとかがないっていうね、まあ、なんかここ最近その小物系がね地味にねいます。迫撃プラスの、まあ、ギャングコウモリとかね、あとはまあバレルデッキねゴブリンバレルとかもいるので、まあ、そこをちょっと対策したねなんかおもろそうなやつを見つけましたんで拾ってきました。はい、いいねとか言ってたら早くもそれが来たんじゃないですか。あ、竹がよくねえな。まあ進化ザップをちゃっちゃ回すのが大事かな。後ろからムートとか来てくれたらな。おい、いいね。で、アイスイズがいなかったら幸せですけどね。まあ、いたらいたで、いいかぐらいなね。よし。いました。こいつ、俺の声聞こえてんな。あ、でも。え、熱いこれ。なぜなら、タルババ教養からの、端前のラバハンドで、グッドゲームの世界見えます。あるよ。え、これできるんでね。逆再誘導あるかもね。いや、うまいね。壊せ。熱い。からの逆再誘導あるかもね。うめえな。まあ、これ打っとけばワンチャン穴外してくんねえか。くんないっすね。はいはいはい。というね、ラバデッキですね。守れるかな。なんかね、まあ、現環境的には、ラバはね、全然流行ってはないな。全然いねえな。ラバ使うぐらいなら、ペッカでゴリ押す方が強いだろっていう環境ではあるんですけど。よいしょ。まあ、昔からラバを使ってる猛者が、ま、数人いるかな、ぐらいかな。よいしょ。まあ、許容なんてものもありますよね。いや、これ後ろラバでよかったかもな、おとなしく。インドラが残るならみたいなね。よいしょ。シンクザップ使いながらこのねネチネチボンバー削りしてコウモリが来る。いや勝てそうだ。いやいや、タルババもある。あとちょっとの削りがね、まぁ、ちょっとだけ大変ではあるか、このデッキ。よいしょ。もうちょっと怖いの。やばい。危ね。やばい、なんか。怪しくなってきた。本命は、左ドッキリもある。いや、ちょ290。ちょ290が。ちょギャング使ったぞ。ちょっと熱いな、陸がね。ボンバあるんだよなこれ。当ててくんのやばいな。ケアされる？されないよね。よし。よし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 、オッケーオッケー。もうこういうね、こういうデッキです。本当にラバの、まあ、ちまちま削りかな。ここ最近柳雨も多いんでね、ラバパピーが入るかって言われたらちょっと難しいんですけど、まあ今みたいにネチネチねいきますか。進化ザップ貯めたいな正直。さあこの人はロイホグうまいプレイヤーですね。もうショテラはマジで弱いかもな。あちゃくいに、狩られちまうな。あのあちゃくいが残るとね、敗北です、これ。おっとって言われてる。まずいんだよね。
もう一回クロークが溜まっちゃうんでね、ちょっと痛いんですよね、だいぶだいぶね。プリンセスタワーか、アーチャークイーン強え。ボイドとかがあるとね、アーチャークイーンの処理とか、まあウィザードとかもか、このデッキしてんね。でもウィザードもちょっと減ったんだよな、体感マジのちょっとだけどね、減った気がする。うん、ウィザード使うなら今アイスイズかなみたいな。まあケツラバで一本右降りたいけどみたいな。21っすね、勝つなら。墓石がちょっと弱えな今んとこ刺さってねえな。デリバリーがマジで回るの早すぎるんだよな。デリバリーってマジ最強じゃね30秒ね。バルーンがねえから削れねえな。あ、じゃあ次デリバリー用まあ削れないデッキなんでね、なんかこういうのはちょっときついか。まあテスラドリルとかね、まああとは単純に流行りのペッカとかね、その辺引きたいな。あとはケスラバーが弱いか、気づいたけど。よいしょ、耐えたい。流行りの迫撃？また？アイスイズがコウモリ来るかな？さあ来ない。まあいらねえディガーっちゃいらねえディガーなんですけどねまあ俺はもう守るしかないんで。いやボンバリンチが高い、はみ出ないで。いやいいね、タルババザップちょっと幸せだな。まあ負け筋はムーとぶっ刺さりとかかな。あとは進化迫撃だな、進化迫撃来るぞ。おいもう一回ね、まあ、逆サイムーとギャングとかもやだよな。相手もこの墓石やだろ。よし、俺プリンタワーなんでチートだけこれを無視できる。やばい、ちょっとぐらい共有できんのかな、まあ、ギリいい共有じゃない。いやーいいなそれ、やなめ使ったもんな。からの、まあ、一旦これ逆サイのケアもねあります。いや大丈夫大丈夫、
大丈夫大丈夫、よし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 、単純に相性がいい。でもこれに勝つためのデッキみたいなとこある。逆にこのデッキ以外に勝てないかもな、このデッキ。進化ザッパあるよ。いやマジネチネチデッキすぎるか。後ろ下がるで4D が OK、 ベビドラが入る、よし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 いや環境の反撃に勝てるのは熱いな。正直相手のデッキがさ、負けるデッキ結構少ないんだよな。もう全てのペッカデッキに勝てるし、まあ弱点はなんだろうね、最近クロスがちょっと流行ってるな。クロスに呪文削りで勝てないからっていうので、まあ弱点がクロスと、まああと高回転のクエイクロイフグぐらいだからな。まあ流行ってはいるよね。そこをね、この意味わかんねえロバで勝っていきます。よいしょ、やばヤンキーすぎん。こんなんだったっけクラロ。いやこれコウモリがさまずいんだよ。ゆっくり行こう。ヤンキーすぎる。止まるかなこれ。逆サイラムとかもやだしな。インドラが欲しかったね、ちょうど。ウィザード、ま、いやなめ熱い。イールスミネトイモ終わんねえか。ちょっと墓石が、いやゴースト強えな。君ってずっと優秀だよな。さあどうしようかな。まあおとなしく墓石から行くか。イザードやばいな。イザード冷静にやばいんだよ。ワインダーの攻め方ヤンキーすぎるよ。本当に。まあでもこれで一本折れそう。折れねえかな。ウィザードまずいな。最近いないんだよな本当に。本当に最近いないキャラが来てる。でレイジか。ああなんかさ止まんねえなと思ってから思ったけどさ、普段俺ブラスターでやっててさね、普段ブラスターでやってるけどこのタワーだからだ。ウィザードかな。まあシールドだけ剥がしてもらって、なんかちょっとありそうだな。ウィザードがマジできついな。もう一回守るけどね俺。
やべ、おや、おい、うまい、おい、やばくない？これでウィザードに勝てんの？エレスピレイジ、マジでよく耐えたな。偉すぎたな今の試合はね。さあちゃっちゃザップを回したいな。よいしょ。暇すぎるタルぽい。えぐ、それちょっと怪しいけどな。俺が今ねケツラバあったらめっちゃ強かったんだけどな、なかったんでね、なんかシャーなしのインド合わせになっちゃって。おお、全部落ちちゃった。まあまあまあ、マザニクならちょっと助かるな。さっきウィザードに勝てたんならマザニクは絶対楽だぞっていう話な。工場か、まあラムの方がだるいかな。さすがにケツペもう来ないと思うな。インドラで狩られるっていうのを気づいたので、そうっすね、ゆっくりユニットから散らしてくるかな。マザネクショットだるいな。うん、あれやりに行ったらさ延命されて終わる未来も見えるよ。延命いらんかったかな。延命というかね、まあこれ強いの。うわ、いいディガー、ディガーじゃねえ、誰だ。まだマザネクしかいないもん。いやー、天才すぎるボンバーだな。でね、美味しくいただいて。でもうまい、あいつだけは、あいつだけ仕留めることができれば、あいつはもうこのドラゴンたちがね、イテ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 イ。でここでね、足場ラバなんでやって、墓石がね。最強の防衛だからな、これ解けねえでしょこれ。はい、守りいっぱいあります。ボンバーとかも足してね。よいしょ、はい、ナイス。え、ちょっと熱いなマジ。マジでいいデッキかもしれないこれ。サンドボックスや。まあアンバランスデッキだと思うんで、まあ、絶対ものすごいきついのにはね、ものすごいボコボコにされると思うんですけど、ちょっと環境的にね、刺さるものには刺さりそうな。やば、まあボンバーでよかった、これ進化。相手のこの初手迫撃もだいぶ怪しいけどね。ラバなかったしな。
よし。いやー、スケキン美味しい。あれインドラで食えるんで。逆サイムートとかね。え、あー、これスケラっすわ。モルテンが使ってたわ、こんななんか変なスケラ多分。アイスズいたっけ。うん、うわー、いいザッピアー。それスケラです、この相手のデッキは。スケラね、ムートもあった気がしてはいますね。はい、迫撃スケラ、なんか流行りの迫撃のディガーをスケラにしてみたいな、同系統メタみたいな。ヤザップアイスイズメガゴか、ちょっとだるいな、だいぶか。あー、低め、いや、もう先行とかすんの。今すぎる手札。やばい絶対に勝てそうにないマッチ引いてる。これでスケラがあります。いや、こういうのもきついなね。アイスイズメガゴか、ヤザップ。なんかファイボーとかだったらね、まあ、アイスイズ飛ばしてとかワンチャンにそうなんですけど、まあ、これちょっとこうあんまいないねあんまいない環境とか関係ないようなね、引いた瞬間、はい、こうなります。相手もサンドだしね。まあしゃーなしか相性取り行くデッキみたいなのがあるんだね、これ。よいしょ。まあパッパ進化を貯めて、あ、チェックイロフギア。このデッキもちょっと多いな。1枚タイムだけでも辛いんだよな。うわっ、あー、多分入ってねえか。ケツラバー、まあボンバー当たれば悪かんな。やっちゃうか。アチャクイデリで、まあ、ラバ正直止まるんで、まあ俺はあのダメージを受けないようにしたいな。全然アチャクイ消えねえじゃんえ、これさ、ワンチャンザップでさ、え、ってか終わりそうじゃね、終わんねえ限り。ふふ、アチャクイケチすぎあ、アチャクイ多分潜ってないんだよな、一回も。節約家だね。これ一回待っても、ワンチャン進化スケセパとかやれたら美味しかった。待って、ずれすぎた。逆に何が逆よ宝石の位置下手すぎだろ。逆サイのね、一番前がやりたかったんだよな、クエイク避けに。よし、さあデリバリーね、みんな落としてくるんでね、デリバリーケアもできちゃいますよと。まあでもサイクルが早いですよと。マジここの墓石強えな
いいね。クエクエクね。勝てそうだな。インドラより、なんかベビーの方が強そうだな。で、圧着どうせ延命されるんで、裏のディガーを削りに。スケは？スケが出てこない。来た。ふふふ。よいしょ。当たる？うわ、ババ残ってんのでけえ、これ。もう一回守んなきゃっすね。絶対来るやん。こんにちは。よし。まあ、すべてが入りますよの。いいね。マジで。一番一番削ります。マジ、守る。守る、守る。こういう守るデッキ好きっすね。というわけでこちらね、ラバディガーデッキですね。はい。まあ、主に守ることを、メインとして戦うかな。初手ラバとかは基本せずにね、はい、進化ためながら余裕があったらケツラバだったり、端前ラバでダメージを稼ぐイメージでぜひ使ってみてください。ちゃんと高評価もお視聴します。明日またね。